本日の中合会議、産屋敷かぐやの代理を産屋敷天音が務めさせていただきます。ただ一つはっきりと記し残されていた言葉があります。あざの者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにもあざが現れる。あの時はですね、確かにすごく体が軽かったです。ぐわーってきました。私は今回の柱稽古には参加できません。私の姉カナエを殺したその鬼の殺し方について話しておきましょう。もし姉を殺した上弦の鬼と巡り合い、私とカナエの二人で戦うことができたなら、まず第一の条件として私は鬼に食われて死ななければなりません。